礼？存外礼儀正しいのだな。私は戦士として当然のことをしただけだ。見に行くだろ、昇級戦。一緒に行こうぜ。んなことより飯食いに行こうぜ。ああ、一条くん、ちょっといいかしら。何？お前なんかやらかしたのか？いいえ、大したことじゃないの。ただ、何か困ったこともあったらいつでも相談してほしいな。新しい環境でいろいろと不安もあるでしょうけど、私でよければ相談に乗るわ。風紀委員からの報告でね、あなたが消灯時間を過ぎても外出してたって聞いたわ。ええ、規則では禁止されていないけれど、風紀委員に目をつけられるのは厄介じゃないかしら。今度から抜け出すときはバレないようにしなきゃダメ。わかればよろしい。すげえ観客の数だな。あら、この程度ですの？生意気な私にお給を据えるのではなくて、期待外れもいいところですわ。さあ、最後くらいは華々しく散らせてあげますわ。お、会長たちも来てるな。ああ、そうだな。本郷院綾瀬先輩、2年生で演劇部の部長、そしてリッターの2、相手は19位だから、本郷院先輩が上位のリッター相手に挑んでるみたいだな。
流れが完全に金剛院先輩に向いてるな。ああなったら巻き返すのは難しい。考えなしの脳筋プレーで上位を下すとか、腐ってもリッターってとこだね。金剛院綾勝利。順位を繰り上げ現在第19位。負けるはずがありませんもの。あれ、この二人はデュエルし、まあな、昇級戦は定期的に行われるみたいでしょ。次も見物に来た方がいいだろうな。ズレは挑むことになる相手なんだから。さてと、昇級戦も終わったことだし、購買部行こうぜ。そう言うなって。ああ、ついでに大輝も誘って。俺はお邪魔なようだ。おやき、なんとかしやがって。加減してやるよ。